FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 来週の戦略2014年5月3日ということで、来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。画面上に表示されている注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということで、実際のチャート画像を見て、始めていきたいと思います。はい、こちらはですね、米ドル円、米ドルと日本円の組み合わせの、日足チャート、1日の値動きを表した日足チャートです。はい、右の方が最新なんですけども、金曜日に米雇用統計の発表がありまして、そちらで、ポジティブサプライズ、いわゆる、予想よりも良かったので、一度上昇したんですけども、その後、またウクライナ情勢の緊迫化ですかね、のニュースが入ってきて、このような長い上ヒゲをつけた陰線がついてしまいました。ちょっとね、103円を超えてきて、もしかするとっていうところだったんですけどもね、また一気に雰囲気が悪くなってしまいました。はい。続きまして、はい。ユーロ円ですね。まあ、ユーロ円も、まあ、小動きですね。はい。まあ、同様に、米ドル円同様に、このような上ヒゲをつけております。そして、はい。ポンド円もね、まあ、ポンドドルがちょっと堅調だったので、ここの、レジスタンスラインを抜けて、上を試すかというところだったんですけども、まあ、こちらも米ドル円につられて、雰囲気が悪くなってしまいました。はい、そしてユーロドルですね。ユーロドルがね、ちょっと、もうちょっと下がるかなと思ってたんですけども、ここで、このようなね、長い下ヒゲがついたので、どうかなというところですね。まあ、ちょっと、ラインは引いてないんですけども、まあ、このあたりとか、まあ、このあたりが、レジスタンスラインになってくるのかなというところです。はい、ちょっと難しいですね、ユーロドルは。はい、そして、ポンドドルですね。ポンドドルもね、ここの、結構揉み合っていたレジスタンスラインを一度しっかり抜けて、そしてまた下がって、ここで、どうなんですかね、これをもうちょっと上に行くとしたら、ちょっと一度週足の方を見てみましょうか。週足で見ると、でも週足で見ると、まだないですね。月足で見ても、ここはかなり、上値としては抜けにくいところなんですけど、抜けていくんですかね。ちょっともうちょっと前へ遡ってみたいんですけど、戻れないなってな感じですね。はい。そしてね、先ほど言いました、米雇用統計の後、前戻し前戻と言われるような状態になったんですけど、これは米ドル円の15分足チャートなんですね。はい。ドーンと上がった後、またね、悪いニュースが出てきて下がってしまいました。そしてですね、いつもね、この MT4、メタトレーダー4の日足チャート、まあ、これは YJFX さんの日足チャートを見てるんですけども、なぜまあ YJFX さんかと言いますと、日足が5本ということなんですね。まあ、日足5本と日足6本の業者があるんですけども、まあ、ちょっとそちらは今回詳しくお話ししませんけども、もう一つですね、私が使ってる、これインバス証券さんの FX24 チャートというものなんですけども、これがですね、ちょっと内容はね、詳しく出せないんですけども、これヘッドラインだけちょっと見ていただきたいんですけども、このようにね、オバマ大統領の発言であるとか、あとは米国の株式相場がどうなっているのかとかね、まあ、そのようなこととかも伝えてくれるので、まあこれも口座を持っておけば無料で、使えるので、いいかなと思います。はい。ということで、ですね、まあ、今週の本題の方の戦略の方に戻りたいんですけども、その前ですね、指標ですね。はい、今週の重要指標ということで、はい、まあ、特に重要なものだけ挙げてるんですけども、5月8日に、英国の政策金利発表、そして欧州の政策金利発表があります。はい、そして、まあ、日本はゴールデンウィークの後半に突入するということで、まあ、特にね、A ポンドやユーロを取引する際は、この政策金利発表の時間帯というのはしっかりチェックして、まあ、極力ポジションを持ち越さない、もしくは何らかのリスク管理をすることをお勧めします。そして、まあ、ゴールデンウィーク
ウィーク後半といってもね、祝日は月曜だけですかね。なので、まあ、火曜からは意外と通常通りになるのかなとは思っているんですけども、まあ、少なくとも月曜日は少し、小動きになるかもしれません。はい。で、まあ、要人発言や指標発表のスケジュールは、この検索キーワードで検索してもらうか、もしくは、動画説明欄に URL を貼っておきます。ということで、スノーキーの来週の戦略、米ドル円は、終焦弱気、まあ、しかし、101.400 円付近のサポートは抜けないと予想。で、ユーロ円は弱気、A ポンド円は弱気、でもどちらも、一定のレンジ内、先ほどね、私がトレンドラインを引いたあたりで動くのではないかなと思っております。そして、ポンドドルはちょっと難しいんですけども、一応中立から強気。そして、ポンドドルも難しいので中立としておきます。まあ、多分、大きく動かない限りは手を出さないかなと思っております。はい、そして、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。でですね、トライオート、インバース証券さんのトライオートの戦略も、後ほどアップロードを予定ております。で、予定しております。でですね、ちょっと一つ残念なのがですね、米ドル円の、はい、これまた冷やしチャートに戻るんですけども、実はですね、この、見づらいかもしれないですけども、この青いラインと、この青いラインで、仕掛けを作っていたんですね。レンジで。もう見事にここにはまってるんですけども、ちょっと先週ですね、米雇用統計とか、GDP とか、FOMC とか、ややこしい指標がいっぱいあったので止めちゃったんですね。これ動かしていたら結構な利益取れたのになーっていうので少し残念です。なのでですね、またちょっとトライアウトの方はしっかり、戦略を練り直したいと思います。はい。ということでね、昨日ですね、最大ドローダウントアとか、その前も何か一本あげましたね。ちょっと毎週の戦略以外にもね、コンテンツを充実させていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい。そして、私の、ブログは、こちらの検索キーワードで、検索してみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。